どうもタムヤンです。怪獣物語23回目プレイしていきたいと思います。前回4人でねポヨンエリアを情報収集しました。ポヨンのスタート地点、バンデルベルデーの城に戻ってきました。今回は、こちら基本情報から、お坊様に教わったお宝っていうのをね行ってみようかなと思います。バンデルベルデの北の海に、お宝地図にクピクピの地図ですね、巻物があるという情報で行ってみたいと思います。行こうか。でもこれヨットで行かない、あれか、船がないとこれ厳しいんじゃないの、お宝取りに行くの。よく考えたらだよね。やっぱ順番違うか。うん、ってふと思ったね今。作戦会議ボートで行くっていうのはなんかなさそうだよな。なので、うん、どうなんだろうね。ちょっと待って、お金いくらあるかな。144パール、知れてるね。よし、じゃあ気にせず行こう。別れる、パス。これ2人だったらこれ誰が行くっていう話だね。別れる。タブヤンとバブか、バランス的に。タブヤンとバブで行こう。行くぞ。道具はどうかな、結構あるよね。あ、ちょっと待って、クピクピ出ないとダメかだな。クピクピの地図がいるからクピクピと行こう。マグマ、よし。あーちゃーちゃー、やめろ。よし行こう、行ってみよう。多分これ4人で行く感じかもしれないよね。行きます、未知の世界へ。こっから北は地図に載っていない。うげー、めちゃくちゃ強そう。オーラシールド、タブヤン。オーラの光に包まれた。お、強くなってんじゃない？クロースの魔法、魔法封じ込められた。クピクピ。攻撃どうする？魔法封じ込められた。特技、ここでは使えない。守れー。カメラ外しとこう。あ、ダメージ受けない。お、いいんじゃない、勝てるんじゃないこれ。いけるいける。タブヤンクピクピといえばうちの2大エースだからね。っていうか2の2の地図一回開いてみようかどこまで行けばいいかわからんしね。守り、これ戦闘時に魔法封じ込められたらもう戦闘終わるまであれなのかな、使えないのかな魔法。どうなんだろうね。
よし、経験値21多い。お、宝、ラッキーベル。カムの太鼓はいつ使わなかったかな、戦闘中かな。あとちょっと使ってみよう。クピクピ2の地図。こんな地形全然見えないけど、ずっとまっすぐ行けばいいってもんじゃないのかこれ。あ、行き止まりだ。わかりますか皆さん、この世の最果てに来たぞ。え、こんなに広いの。うわー、これ地球は一周するスタイルのじゃないんだね。クピクピ、またオーラシールドやろ。マグーマやってみる。マグーマ、あら、封じ込められた。最悪だ。マグーマする前に封じ込められた。あらららら、逃げろー。参った。タブヤン体力満タンです。クピクピ回復しておいた方がいいな。世界の端っこ、あー、ここだ。世界の端まで来たけど何にもない。逃げろー。あーちゃーちゃー、やばい。敵が強すぎる。うわ、逃げろー。これバブとポヨンだったらもう全然ダメだな。逃げ、ぐー、逃げろー。ダメだー、クピクピ死んじゃう。クピクピ生き残れー。あーちゃーちゃー。そう、全然逃げられない。逃げろー。ダメだー、全滅だー。これお金どうなってるんだろう。当分されてんのかな。あーちゃーちゃー、ありがとうございます。あ、クピクピも生き返った。お金は70パールです。まあ大したダメージじゃないね。いやー、ちょっとこのお宝探しは厳しいかもな。ということで後回しにしよう。はい、となるとポヨンエリアから出て、まあそのゼゼペットちょっとポヨンエリアから出て、最新のトゥードゥリストがこちら。結局あのゼゼペットじいさんからプカシップもらいたいんですけど、このゼゼペットじいさんをと会うにはヤトマの南西の暗礁に行ってクジラをと会わないといけないんだけど、そのクジラを会うためにはクジラのヒゲがいって、クジラのヒゲを持ってるのはノーザンのチビが持ってるんだよね。だからノーザンのに行かないといけないんだけど、ノーザンっていうのがどこにあるかは分かりません。だから保留。そういうのばっかりなんだよね。なので、他のトゥードゥでね、気になんか比較的いけそうなのが、どれだろうな。タブヤントゥードゥリスト、ダゴンの人魚の祠とか、
チェ城を見つければね、また話が進むと思うんだよね。ローチェ城を見つけたら鉄の斧があって、で鉄の斧をなんか湖に投げ入れるみたいなストーリーがあるんだよね。あとはハンプステン城、ローランの北の島って書いてあるな。あ、これ繋がった、ポヨンのハンプステン城ゴールドキー。あ、違うわ、ゴールドキーがないとハンプステン城には行けないからダメだ。フィダンのボロ男だ。フィダン行ってみようか、近いから、うん、これ行ってみよう。前回行こうとしてたんだけど、よし、フィダンに行ってみます。近いからね、すぐ行けるから。ただフィダンのボロ男らしき人はいたんだけど、何の反応もなかったと思うんだよね。まあ念のために行ってみよう。お、ポイズノン、別にいらんな、ポイズノン5パールでしか売れないしね。まあでも積み重ねだ、うん、どこだっけ、フィダンは、この先か、ここ南か。あった、グリーンモス楽勝。あ、この人か、そうだそうだ、別れる、もうタブヤン一人で行ってこい。あ、タブヤンちょっと道具が多いな、ちょっと売ろうか。ほとんど道具使ってないしね最近。ポイズノンは1個置いとく。ラッキーベル売っちゃおうかな。あ、ラッキーベルは売れないんだ、めんどくせえ。戦士の友売っちゃえ。はい、あとはラッキーベル売れないから、ポイズノン売っちゃえ。はい、なんかアイテムくれるかもしれないしね。さあボートに乗りましょう。この人じゃない、海の宝を4つ揃えたらゴビの南にいるヨーダダおばばに会うといいよ。それもう知ってる、それ知ってるわ。他にいるかな。この先にいるかな。ボート、あ、この人っぽい、この人とは喋ってないわ。私は旅を続けていたのだがもう力尽きた、お願いです、水を一口。あちゃ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 あ、水筒が、お、なんかこれ進みそうだぞ。水筒誰が持ってたっけ、水筒。もしかして誰も持ってない、あ、誰も持ってない売ってるかな、こういう時売ってないんだよね。あ、売ってた。首が持ってる、違う、ポヨンが持ってる。 OK、 ポヨンに交代で、分かれる。独特のシステムだよね。はい、
ポヨンと組んで水筒をあげに行こう。水をね。わあ、なんかもらえないかな。情報かな。それともアイテム。どうぞ。なんて優しい人だ。お礼にこのゴールドキーを差し上げます。やったー。これは嬉しい。あ、人いなくなった。やりました、皆さん。これだ。このトゥードゥーリスト、ポヨン1、フィダンのボロ男。これね、イカダ取って、ここまでゴールドキー手に入れました。ってことはハンプス天井に行けるということだね。ハンプス天井は別のあれがあるからいいか。こうだね。 OK。 そして、タブヤンクピクピリストにハンプス天井、ローランの北の島、一人で行くな。てるからこれこの洞窟から行かないといけないんだ。これでもね、まだ行ってないね。これポヨンエリアからつながってるから、ちょっと拡大するね。これクピクピエリアです。南側ね。この島のことだね。これ字なんて書いてあるんだ。イデスバ島、多分ね。イデスバ島なんだろうな、これ。ローランの北の島、多分これイデスバ島だね、おそらく。はてなで、イデスバ島の行き方なんだけど、海底で。っていうことは、この北側がポヨンエリアの、パタンタから、一回パタンタ行ったよね。パタンタの南に行けばいいのか。 OK。 じゃあ流れで行くか。クピクピエリアに行こうか。現在フィダンにいます。うん、南に行って、クピクピエリア攻めましょう。行こうじゃないか。こっから出ないとな。ボート、やっぱ水筒いるよね、このゲーム。水を一口多いな。さあ、待ってるみんなに合流。お金がたまらないから、なかなかだよね。強い武器防具買えないよね。1000パールを超える武器防具が多いもんね。行くぞ、ガンガン南に行くぜ。ある程度もう戦い続けないとダメだよね。あと財布も落とす敵募集中だね。メラメラみたいなやつ。15パールか。これはどっちだっけな、わかんない。あ、行き止まり。あれ、一回西に行ってからか。こっち行き止まりか。
ボート渡るのめんどくせえな。まだ陸路で行くか。お金ためも兼ねて陸路で行こう。さあパタンタまでは今回たどり着きたいな。あ、こっちから行けるじゃん。ガラガラは楽勝だぜ。結構今まで強あ、いらん、ポイズノンいらん。ポイズノンより金をくれ。ガンガン南に突っ込んでいく。23回か。あっという間ですね、怪獣物語楽しくて。まだまだね、ポヨンエリアを結構行ったけど、東大元暮らしというか最初のタブヤンエリアも行ってないとこあるしね。あとなんか世界の果てがあるっていうのは分かってよかったね。死んじゃったけど、だから多分これゲーム本体についてる地図でやってますけど、そのちょっと外側の部分がこれ地図に載ってないんだよね。だからそれはもう自分の手で調べ上げるしかないんだよな。結構広い。ポヨンレベルアップ。攻撃力に防御にいまいち。魔法も覚えず。ポヨンどうした。これどっちかな。こっちか。あった、あれがパタンタだね。地図出しときますね。これパタンタまで来たよ。でさらにここから南でクピクピエリアに移動しますよ。ポヨン回復しといた方がいいな。ポヨン回復頼む。クピクピポヨン先頭に立っております。まあお宿に泊まるからよしとするか。ポヨン120、たっかー、めちゃくちゃ高い。ここまで来る稼いだお金全部、あ、これゴールドキーじゃね。開いたー。ちょっと待って、パタンタ、落ち着こう。パタンタのこれこれこれ、パタンタポヨンエリアの扉。ワクワクワク。あ、階段。やばい、戻ろう。怖い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 。なんか敵出てきそう。ちょっとセーブしてからにしよう。怖い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 。セーブ。まあやられたとしてもリセットは押さないけどね。なんとなく気持ちセーブ。なんなんだあれは。今のはワープゾーンか今の。怖いなこれ。あ、ワープゾーンだ。どこここ。大きな声では言えないが小さな声では聞こえない。なんちゃって。こりゃ珍しい。このところめっきりお客さんが減ってね。お客さん宝の地図を持ってるのか。ちょっとだけ見せておくれよ。おい、やったなこりゃ。この島の少し西だぞ。ホテルタングです。
サインをお願いします。あ、もうホテルいいですわ。タング、どこだここ。あ、宝、どの地図なんだろう。3の地図。あ、これ今どこにいるかはあれだ、これ場所ハテナになってんのか、くそえ、これ誰かそういう能力なかったっけ。場所、あ、ダメだね。パス、場所、あれ、クピクピもダメか。クピクピ、場所、あ、ハテナだ。クピクピの地図は2の地図。違うな。バブ、4の地図。違うな。タブヤンの1の地図。全部違うんですけど、どういうこと。え、もう一回ちょっと話聞こう。この島の少し西、船ないといけないじゃん。どうしよう、これ行ってみるか。また死んじゃうかもな、これ。死んでもまたパターンだからか。しかも550パール知れてる知れてる、行くぞまたクピクピとタブヤンで行くか。あ、何あそこ来た。一体どこにいるんだ今。タブヤンにしよう。タブヤンとクピクピで行こう。あ、あ、出れないそんなこともあるんだ。あ、また落ちた。もうキーボードが落ちた。別れる。よし、二人で行こう。下に何か見えるのは気になるけどね。ボート、西に行く。あ、ここでなんかアイテム、ラッキーベルは違うよな。神頼みのやつなんかないか。ないな。少し西ってどこ。もうだいぶ行ったよ。うわー、これ違うのか。少し西ってどういう意味だろうな。もう島のすぐそばっていうことかな。でも地図に載ってなかった。うわ、なんか違う気がするぞこれ。うわうわうわ、あ、これか。あ、これっぽい。うわー、サメ来た。サメ勝てる。うわー、強い。いけんのか。ひえー、逃げるか。どうする。逃げろ。ダメだ。倒すか。延長です。延長戦。守り、
我慢だ我慢だ、首首流行る気持ちを抑えろ。宝って宝の地図なくても取れるのかな。あ、でもあのパスして宝の地図見たらいいんだよね、残りの2人の地図だとしても、この2人じゃなくてもね。ボートじゃなくて船が欲しいな、どうだ、そっか、頑張ったら倒せるレベルになったね。よし、あ、財布140パール。流行る気持ちを抑えて、違う、マグーマじゃないよ、ホスピ、もう一回ホスピで、誰の地図だろう、1の地図違うね、クピクピ2の地図違うね、パスパス、ポヨン3の地図、これもなんか違うよな。バブ4の地図、あ、これっぽいな、右端の2つ上、右端の2つ上、4の地図、巻物だ、あ、ここだ、ここ、え、嘘だ、え、ここでしょ、もしかして地図持ってないと取れないとか、どういうことだ、降りちゃった、そうなのかな、三の地図違う、四の地図微妙に地形違う、1、2、3、1、2、違うかも、ここなんだけど、わかりません、本来の目的のとこ戻るか、ホーリー、もしかしたら地図を持ってる、バブを連れていかないといけないのかもしれないね。次回リベンジしたいと思います。それではまた、さよなら。